どうもこんにちは、主催の平和力フォーラムの前田です。で今日は、連続講座中世のような日本司法を切るということで、やってきましたが、その第3回ということです。まあ、この連続講座、インパクト出版会から、500冊の死刑という本を出版してもらったんですが、それの一応出版記念ということで、3回の講座を準備しました。まあ、1回目が、外国人処遇の問題ということ、まあ、出入国や取り調べの外国人の扱いについて、寺中誠さんにインタビューをしました。2回目は、死刑問題について石塚真一さんにインタビューという予定だったんですが、当日今京都にいますということで、大変なことでキャンセルということになりました。私がヨタ話をした、そういう回になりました。今日は第3回、自白依存症を治療するために警察検察はなぜ拷問まがいの取り調べに励むのかというタイトルで、宮本浩則さんにインタビューをさせていただきます。お手元に1枚お配りしてますが、主な質問項目として考えていたのはこの1から11ぐらいです。ただ4、5のところ、ここがお手元の資料、宮本さんの論文をお手元にお配りしてますが、この部分がおそらく皆さんほとんどご存じない部分で、後で資料を読んでくださいというだけではちょっとわからないこともあるかと思いますので、若干ここを膨らませて、お話ししていただいて、1、2、3と6以下を短めにしたいと思います。6、7、8、9というのは4、5の中で出てきますので、4、5と6、7、8、9を重ねる形で、進めていきたいと思います。そんな感じでよろしいですか。はい、はい、で一応録音してますのでマイクを使いながら進めたいと思います。それでは、関東学院大学教授の宮本浩則さん、よろしくお願いいたします。このシリーズ、3回連続講座ということですが、ちょうど、準備を始めた時期というのは、ゴーンの国内逃亡で騒いでいた時期だったもんですから、一応そこを、手がかりに話を始めていこうということで、ゴーン国外逃亡事件の感想を一言という、もう今すでにもう日本社会は忘れ去ってるかもしれませんが、でも今後もいろんな形でニュースで出てくるんだろうと思います。この感想からお願いいたします。はい、感想になるんでしょうかやったなゴーンさんという感じなんですけど、家でですね、ゴーンさんのニュースが出てくるたびに、この人お金もあるし手立てはいくらでもあるだろうから、もう早く国外脱出した方がいいよっていうのはよく言ってました。で、うちの家族は私に洗脳されてますので、息子もかみさんもよくその通りその通り早く出てった方がいいというふうに言っていたら、本当にその通りになって、いや案外に日本のやっぱり入管、特に出国については手薄なんだなっていうのを感じました。で、言っても思うのがですね、これ国外逃亡って言ってるけど、これ逃亡ではないですよ。だから国外、せめて国外脱出とか、せめてゴーン出国事件っていうふうに、おそらくは言うべきなんだろうと。これがあった時にまだ大学の授業の期間だったので、ライブ授業ですね、放送大学じゃなくて、その日その日我々が前に出て学生相手にしゃべるから、そのゴーンさん の事件についてはあれは逃亡じゃないですよという話はやっぱり確認としてやっぱしておいたんですよね。そもそも拘置所
にその入っている人が、まあ、時々去年ありましたよね。もう去年の話ですけど、その拘置所からいわゆる被疑者がその逃亡したと、 まさに逃亡、まあ、拘置所外に出ることを逃亡っていうふうに言うんでしょうけど、いわゆる捜査機関の身柄管理下から脱することをおそらく逃亡というのであれば逃亡であるし、それの手助けをするといわゆる逃走援助、逃走幇助罪っていうのが出てくるんでしょうけど、この今回の場合これは明らかに逃走じゃないですよね。もうだって保釈をされているわけだから、その保釈の条件に対する違反っていうのはあるけれども、その違反に対するサンクションっていうのは保釈の取り消しだけだということになるから、それ犯罪行為でも何でもないわけですよね。でそれをあたかも逃亡っていうふうに言って、まあ、驚くべきことに、まあ、これ夜のニュース番組でも何人かの方が、まあ、昼のそのワイドショーほどあからさまではないけれども、これその日本のまあメンツが潰されたみたいな意味のわからないことを言ってるわけですよね。まあ、刑事手続き云々の話につながるのかどうかは別にして、こういう事件が起こるたびに思うんですね。例の相模原の事件なんかもそうですけど、こうありとあらゆる事件で刑事裁判がそのテレビなんかで取り上げると、最近は新聞報道でもそうですけれども、必ずその町の声あるいは裁判関係人、特に被害者関係の声で、その本人から真実を語ってほしいと。でおそらく今日の話そこだと思うんですけど、その本人に真実を語ってほしいっていうのは、すなわち自白しろって言ってるんですよね。でその当人は自白をすることが、まあ、法的な義務ではないんだとしたら、その一人前の市民として私たちの社会に受け入れられたければ、その真実を語る道徳的な義務を負っていると。つまり法的にはその自白をしない、否認をする、あるいは黙秘をする権利は認められているけれども、その法的な権利を貫徹するやつは人手なしだ。つまりそういうその法文化っていうのが、まあ、垣間見えるということになりますよね。で残念ながらゴンさんのようにお金もあり、その日本型の常識にとらわれない人にとっては、そうしたその日本の同調圧力だとか社会的圧力が通用しなかった、まあ、それが恥なくも現れた、いわゆる国外出国事件だったんだろうというふうに思います。まあ、感想になったのかどうか分かりませんけれども。